ーがすごくかっこよかったので、予定なかったんですけど、取り付けていただくことにしました。こちらに。こんにちは、みゆです。今回は昭和ガレージさんのジムニー JB64JB74 用のリアラダーをつけていきます。できた真っ赤な商品なんで、昭和ガレージさんらしい高級感のあるデザイン、やっぱりいいですね。大好きです。ドリンクホルダーをつけた時も思ったんですけど、この部品を外すという行為、結構怖くないですか？私は壊してしまいそうで、いつも怖いです。やっぱりプロはすごいなと思いました。これはスチール製なんで軽くはない。あ、何した？やっぱり乗るので安定されるように。ので、またアルミ製でできれば一番いいんですけど、やっぱり人が乗ることがあるので、しっかりしてないと。スチール製です。しっかりしてます。取り付けは、本当にボルト刺すだけみたいな感じなんで、だけど、簡単に取り付けは簡単です。だと大型商品で、まあ、性能にも人気いただかないといけなかったから、個人でもない感じだったので、これは普通に配送できます。はい、近々発売開始で、ちょっと。最終段階。ハーブしてるのも何か。そうですね。リアゲート。リアゲートに合わせる。なるほど。あ、こういうふうに見てもらうと、複雑な形線、こう曲がってるのと、で、リアゲートもこういう前にも曲がってるんで、はい、こう前にも曲がり続け。そう、何回も作り直せる。いつぐらいから発売を考える？結構前から、半年以上前から。本当ぴったり。あ、めっちゃかっこいい。乗ってみて、乗ってみていいですか？じゃあ、あとは、
隙間が空いてて、もっと幅があってもいいんじゃないかみたいな。次はあのリアナンバー返す。ナンバーの時にね、スペアタイヤを2に乗ることを考慮した上で、この操作にしてます。利用した上で、外見の時に2575、2656、2576、干渉しないように、で、細身に作ってます。こちらは昭和ガレージさんのデモカーです。お話にあった通り、大きなタイヤでもしっかりと収まっています。私もいつかタイヤを大きくしたい。本当は普通の足場で行くと、このパイプに対してちょっとペリッと行くんですけど、この辺はまあこうまっすぐ来てるんですけど、こう斜めに行くと、普通はこう、まあ、こういうふうに行くと、もうちょっとこうなる。こういうことで水平になるよね。ボディに合わせて、すごいこだわりがめちゃくちゃ感じる。本日は撮影にも来ていただいて、ぜひ見ていただいてありがとうございました。あ、はい。では、昭和ガレージさんから帰ってきました。で、昭和ガレージさんでリアラダー乗った時に結構足が滑ってしまったので、プラスで買えるこちらのペット目オプションで買いましたので、ここにつけていこうと思います。すでに若干汚れていたのできれいに拭いています。これで5枚です。では貼っていきます。大型だからちょっと雑ですね。皆さんは綺麗に貼っていきます。かなり素材がダラダラしてるので、なくなりそうな感じがします。みゆです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。